はい、おはようございます。速稼塾の久保です。先日ですね、レクサスのショールームに行ってまいりました。この話ちょっとしたと思いますけども、ちょっとね、意外だったのは、レクサスのショールームで私、LS のシリーズを見たかったんですよね。でも実際にお勧めされたのは、この RV とかね、ハリアーみたいなタイプですよね。ランドクルーザーみたいなやつとか。結構荷物がたくさん乗って、それでいて高級セダンみたいなね、テイストの、4人乗りから5人乗りのものなんですけども、すごく機能性は高かったですよね。で、価格なんですけども、なんかね、思ったよりね、安いと言ったら申し訳ないんですけども、やっぱりね、価格帯がね、柔らかいんですよね。ここに書いてあるのも、NX300 ですか、で400万500万とか600万以上のものっていうのは出てないんですよ。で、こちらの方もそうなんですけども、レクサスでね、価格帯がやっぱり700万から800万ぐらいまでですね。まあ十分これ高価なんですけども、私が考えていたのっていうのは、 LS のシリーズでね、1000万から1500万のものが展示されていて、それのね、試乗をしてさせていただけるのかなと。もちろん買うつもりはないんですよ、買うつもりはないんですけども、そういう気持ちで行ったんですけども、実際は私が考えている価格の半額ぐらいのものがレクサスのショールームで紹介されていて、で、ディスプレイされている車もね、1000万以上のものっていうのは1台もなかったんですよね。ちょっとどうしちゃったのかなっていうところがあります。で、片方ではですね、今度東京の東京モーターショーですか、こちらの方ではもう完全 EV ですよね。電気自動車がレクサスから販売されていて、来年からもうセールスされるみたいですね。で、2025年までにこちらの方にしっかり全車切り替えていくということなんで、急速に EV 化が始まっていくのかなと思います。はい、今までもね、いつ電気自動車の時代が始まるのかなと思ったんですけど、ここに来てレクサスが先陣を切ってドカンと打ち出してくるそうで、もう私が乗ってるね、トランザムみたいなガソリン車、旧車とかはどうなっちゃうんだろうとか思うところなんですけども、日々こういう風な形でね、テクノロジーっていうのは変化していくなと思います。そしてそのテクノロジーを最大限享受しようと思ったら、やっぱりね、お金が必要になってくるんですよね。電気自動車もお金がある人から順番に買っていって、その方たちが中古で手放したのを、次のミドル層が中古で乗っていくっていう形でだんだん浸透していくのかなと思いますし、現状車をね、いきなり買い替える余裕がない方は、ガソリン車をまだこれからね、10年20年と乗っていくっていう形は変わらないのかなと思うんですよ。で、今回ね、お話したいのはこの車の話ではなくて、ちょっと後半になってきますけども、投資のことについて少しね、お話していこうかと思って、今日は投資のスライドショーをさっきまで作っていたんですけども、これがね、学歴に例えた投資の話なんですよ。ぜひね、25分ぐらいのスライドショーになっちゃいましたんで、長いんですけども、聞き流しもできるようになってますし、画面がスライドショーなんで、画面見ながらでも分かりやすくなってますんで、ご覧いただければと思います。で、今日の投資の話ってのは、その以前ね、例のやつの話ばっかり、 YouTube の話ばっかりなんで、ちょっと投資の話聞きたいんだって方が何人かいらっしゃったんで、投資のことをね、少しお話ししたんですよ。で、前提として、私はこの投資を紹介しますけども、責任を持ってサポートするわけではないのと、これを実際私がやってるわけではないんですよってことをお話ししながらやったんですけども、何名かの方がですね、利益が出るまでサポートをしてくださいというね、これほどはっきり言うと私の方に言ってくる方がいるんですけども、いや、こういうことがあるんで、私あんまり投資の話はね、したくないんですよ。というの、投資ってのは全員が扱えるわけでもないですし、ほとんどの方が投資で損するんですよ。これが前提ですから、投資ってのはほとんどの方が損しますよってことをね、よくよく心に刻んどいてください。で、投資を目指す方っていうのは、自分だけは損しないっていうふうに楽観的に考えちゃうんですけども、私はね、今投資は結構プロフェッショナルの方に入ってきたと思うんですけども、それでもね、いまだに FX をやってるんですよ。で、FX も1年間は1回も勝ってないんですよ。どういうことかっていうと、FX を1年間1回も勝たないってことは、それなりのお金とそれなりの時間が余ってないと、1年間は負け続けるってことはできないんですよね。で、10万とか20万の資金がキツキツな方ってのは、FX のロットってのは最小限抑えていかないといけないと思いますし、最小限に抑えるとどういうことが起きるかっていうと、1回1回のトレードが大事にできない可能性があるんですよね。だから、この間ね、せめぎ合いといいますか、結構ね、個人個人の精神力に委ねられるところがありますんで、せっかくね、市場がガシッとあって、証券会社がそこにバシッとね、保証してくださって、金融庁が絡んでいて、伝統的な投資手法として FX とか株があるのに、やっぱプレイヤーによってものすごく差ができます。
で FX っていうのは学び方はみんな一緒なんですよ。同じことを学ぶしかないです。でも差ができるんですよ。ということはどこに問題があるのかってことですよね。同じビジネス、同じネットワークビジネス、同じ投資、同じ日本、同じパソコンを使っていて、同じ地球に住んでいるのに差ができるっていうのは、これはどこに原因があるのかなと思ったら、ただそれをやってる人が同じじゃないってところなんですよね。それをやってる人が同じじゃないってところがすごく大事なんですよ。ここをねよくよく考えていかないと、投資で儲かってる人もいる、ビジネスで儲かってる人もいる、でも儲かってない人もいますよっていうところの説明がつかないですよね。ですからね、今回の動画のまとめですけども、案件があなたを儲けさせてくれるわけではないんですよ。その案件をどう使うかという、私たち一人一人が一人一人の力量に、依存してるわけなんですよね。まあ、ですんでね、勝ち逃げ親父っていう言葉もありますけども、投資の場合とかビジネスの場合っていうのは勝ったらやめましょうって話ですよ。勝ち逃げないといけないですよね。勝ったらやめるんですよ。で勝ったからって言って勝ったお金をさらにねいっちゃうとかね、でビジネスうまくいったからビジネスの利益を全部次に投入しちゃうってなると、いつでもゼロになるリスクに張ってるようなもんなんですよ。だから利益が確定したらそれをね抜き出していって別のアクションを起こしていくってこと、もしくは継続してそのビジネスをやるときでも自分の欲しい利益は確保して、そして新たなる余剰資金で取り組んでいくってことが大事なのかなと思います。そしてですね、ちょっと話戻りますけども、私が投資の話をね、投資の案件に個別案件についてお話しないのは、結局ねその案件を私がねこういうのがありますよって言っても勝つまで保証しろっていう人が出るわけなんですよ。だからこれはねちょっと全然投資をする感覚としてはお方違いなんで考え直した方がいいと思います。どんなことをするにしても自分で選んで自分で決断して自分で行動して自分で責任を取るっていう風なね経路をまず自分の主軸に置かない限りは、いつも誰かのせい、いつも誰かに頼る、いつも何かに依存するって形になって、結局それでたとえ儲かったとしても自分の力で儲かってないってことになかなかね気づけないわけなんですよね。はい、そうですね、上村さん、自分の力量以上の結果は出ないんですよ。今自分が出してる結果がそれが自分の力量だと思った方がいいかなと思います。そしてね、うまくいったらこれは皆さんのおかげだっていうふうに考えた方がいいと思いますし、不調こそ自分の実力と、不調こそ我が実力というふうに謙虚に考えていった方が、まあ、いいのかなと思いますけどもね。皆さんどういうふうにお考えでしょうか。それではね、今日の更新情報を流しますけども、今日はですね、投資を学歴で例えてみたっていう動画ができました。今アップロード完了しましたので、25分ほどありますけどもご覧いただければと思います。なかなか面白くなっています。それからですね、 YouTube の方も今日は更新情報が届いておりますので、そちらもご覧ください。例のやつにつきましては、11月1日の昨日のね、夕方から夜にかけて会社から新しい、現状報告がありますので、そちらの方も動画にまとめましたので、総会長の塾生さんは限定公開動画をお送りしますのでご覧ください。こちら捉えてないと本当にね、いつまでも慌てちゃうことになります。最新の情報を自分で掴めるような状態にしておく、これもやっぱり必須だと思います。私は最新の情報をいつも捉えられるようにしてますし、捉えた瞬間に皆さんにお知らせしますので、速稼塾の更新情報をしっかり見ていれば情報が遅れるということはありません。最新の情報と最新の思考を皆さんにお届けすることができます。それでは失礼します。